こんばんは、ゆみりんが10時15分をお知らせします。よっ、端っこてい、やっほー。10時を過ぎましたので、私の七並びがちで時間ちゃうとね、これもう、あ、いけた。これ途中で落ちてた。やっぱりそうなんだよね。これ閉めちゃったらね、もうどうにもなんなんだよね。難しいなぁ。こうしたらいいんだ。そう、今充電中で、充電。そう、今日はセピア色の明かりです。今日も照明が少し違います。いつもはこれを一番暗くして寝てます。あんまりこの色の照明で配信するの好きじゃないかな。なんか、顔が全然違うように見えるかな。今日は、あと1時間ぐらいで100話ぐらいワンピースを読まないといけないです。昨日すぐお風呂から上がって寝ちゃったから、昨日はね、あんまり読んで10話ぐらいしか読んでなくて全然進んでない。今あれ、ラブーンが生きてるよってなって、骸骨がの瞑想シーンっていうか、なんか骸骨がその戦い終わって、なんかそのお化け屋敷みたいなところから戦いが終わって抜け出してピアノ弾いてたら、あ、ラブーン生きてるよって言われて、そう、まだそこか。そう、まだ読み始めて 2,3 日しか経ってないので、ブルック、そう、絵画みたい、ありがとう。私今ユミリンと同じ髪型だ。へえ。あ、今月末まで無料期間伸びてる。本当にマジか、よかった。じゃあ、いや、今日早くだから終わらないとと思ってたの。全然読んでないしと思って、よかった。スピアイラン廃棄は何を意味してるんですか。もう今日は夜です、終わりの時間ですっていうことを意味してますね。
メリーゴーの間もう迎えに来たと思って、私あそこまで読んだことなかったから、まだ二十何巻までしかもともと読んだことがなくて、だからこのシーンは初めて読んだので、そう感動しましたね。読んででもいい、あでもこれで読んでるから読めません、残念ながら。あ、雷がすごい。そうだよね、関東の方は雷がすごいみたいですね。こっちは普通です。普通に今日もいい天気だった一日。あ、今日一回も外出てないかな私。そういえば意外と今日外に出てない。今日もだけど、なんかなんだろう、お買い物も行ってないし、不要不急の外出もしてない。本当に一歩も出てないな。お、ワイモだ。ありがとう、家にいてくれて。今日家にいてくれた人ありがとう。ゴールデンウィークはおうちデイズでした。ベランダしか出てない。ベランダもね出てないな。あとお仕事だった方もお疲れ様ですね。医療関係の方とかお疲れ様です。うん、だっていいの変えたらいいね。いいの変えたらいいな。あれは、ちょっと今迷ってる。だからなんかすごいいろんなコメントもらって、あのこのカーテンのレールの部分の金具をこうちょっと変えたりしたらちょっと伸びるよって言ってくれたり、あとはなんかこう縫って突き出したらいいよって言ってくれたり。でもなんか私の好きなそのやつは下の方にデザインが入ってるから下に突き出すのはねちょっと違うんですよ。だからでも、あ、そういうやり方もあるんだと思って、うん、結構多かったのがレースカーテンだと別にちょっと短くてもいいんじゃないって言ってくれてる方もいたりとか、結構ためになりましたね。ありがとうございます、コメントくださった方。大変しそう、ありがとうございます、聞けてよかった。また何かあったら聞きます。でもなんか難しいね、やっぱりなんか言葉で伝えるっていうのはなかなか。私はレースカーテンのこと言ってたんだけど、なんか光が遮れないよそれだとみたいな、下から光が漏れちゃうっていうのをすごいコメントをもらって、いやレースカーテン、でもレースカーテンっていうのはこうツイートに突き足して言ってるからそこまで見てくれてないんだろうなと思って、言葉って難しいなって思いました。そう、普通に今は遮光カーテンはあるんですよ、普通にそのサイズのやつが。あとはそうだな、外から見えるから良くないよって言ってくれてる方も結構いたんですけど、うちベランダがその透けてないから、あのなんかなんだろう、かベランダが壁になってるっていうか、そんな下まで見えるようなベランダではないので、なんだろう、一般的なベランダですよくある。だからあんまり下が開いてようが開いてない、まあが外からは見えないんです絶対。レースカーテンは既定品は普通のカーテンより短いよ。あ、そうなんだ。へえ、そっか。でもなんかそう、うちずっとつけてなかったんだけど、レースカーテンを引っ越してからずっとつけてなかったんだけど、この前に友達が来た時に、
え、カーテン、レースカーテンないじゃんって言われて、あ、ないよ。なんかちょっと近くに、まあ近くに建物があるんですけど、そこからまあ見ようと思ったらこれ見えるよねって言われて、ここからって、はあ、でも見ないでしょ誰もみたいなんで言ったら、ダメだよって、そんな意識じゃダメだよって言われて、すぐ普通に遮光カーテンをバーって全部閉められて、話しダメだよって言われて、まあじゃあレースのカーテン買おうかなってなった。あんまり遮光カーテン閉めるのが好きじゃない、暗くなっちゃうから。なので、うん、なので、はい、カーテン。でもなー、あれが欲しいんだよな、黄色いクマさんの刺繍のやつ。なんかちょっとお値段しちゃうんだけど、その理由が印刷じゃなくて刺繍なんですよ、うん、だからなー、どうしよっかなー、使ってみし。でもなんか別にカーテンって買い替えることないから、買うんだったら一生使えるや、一生とかそこにいる間ずっと使えるやつがいいから、なんかこれでいいやっていう妥協したくなくて、うん、普通のレースカーテンは嫌なんだよね、なんかちゃんとなんかちゃんと可愛いの買いたくて、でも可愛すぎるのももう年齢的にちょっと違うかなって感じなので、と悩んでるなって感じ、うん、ダメだったら実家で使うと一石二鳥。でも実家も別にカーテン全部あるから、実家、じゃあ実家の今のカーテンはどうするのっていう、そんなに古くもないし、実家のカーテンも、あ、遮光カーテンは水色にしてます、いいね。でもそう、私のそのレースカーテンも水色のやつがあって、でもなんかレースカーテン水色ってちょっと、私普通のカーテンが茶色なんですよ。だから茶色と水色ってなんかちょっとキモいなと思って、うん、もういっそのことカーテン、普通のカーテンも一緒に買っちゃうっていう考えもあるけど、でも今の茶色のカーテンは別に嫌いじゃないしって感じなので、うん、そうなんです。太った、よくこの照明だとよく言われるな。まあでも、わかんない。太ったのか。うわ。膨張色とかあるよね。ちょっと切り替えたいけどね。向こうにあるから、ちょっとめんどくさい。もういい。めんどくさい。きっと明日とか普通に配信したら、あ、照明って大切なんだなってなりますきっと。しかも角度的にね、こっちだからなんか、うん、すごい、28日目。女性に太ったなんてデリカシーがないね。そうやって分かってくれる人がいたらいいよ、私はもう。なんか、うん。ありがとう。そういうデリカシーのない人は、世の中にたくさんいるっていうのを学ぶ。私が何を言っても、100人の人がいたら、80人の人は、その通りの意味で取ってくれるけど、
と20人の人はそれ何を言っても叩くっていうか悪い意味に捉えちゃう人がいるから、もうなんだろう、嫌だけど今は気にしない時期に入った。なんかめっちゃ自分の中であるそういう人がめちゃくちゃ気になって、もう本当にもうやだってなる時と、やめてくださいってなってコメントとか読んじゃう時と、あーなんかって言ってるかわいそうな人だなってなる時と、今はなんかかわいそうだなってなる時期だから悟った。そうなんかすごい峯岸さんのインスタストーリーの質問コーナーがすごく好きで、そこでこの前私がうーってなってる時に、あのこう何しても叩く人ってどう思いますかって言ったら、かわいそうにって書いてて、最後に答えの最後に、はあ、確かにかわいそうにってなって、峯岸さんの質問コーナー本当に好きで、私もなんかいつか相談したい、いろいろなんかしかも簡潔に答えてくださる、このやっぱりそうだよね、なんちゃらがなんちゃらだよねとかじゃなくて、なんか一言で答えてくださるし、その言葉の重みがすごい、やっぱり十何年やられてて、それ私よりもすごく有名な方だから、いろんな意見の人がいると思うけど、多分うん、本当にすごいなって思いました。うん、経験値がすごい、まあそうだよね、それもあるし、やっぱり峯岸さんの人柄とかもすごくあるんだなって思いました。うん、ねえ、そういう先輩と同じ事務所に入れてすごく幸せでした、昨日。うん、そうだなあ、あと昨日言い忘れたけど、そう昨日だ、私の握手動画、千代ちゃんと私だけ昨日の昨日、一期生の中で昨日の昨日唯一上がったんですけど、そうあれなんでって言われてたけど、あれはなんかもしかしたら目覚ましテレビに流れるかもしれなくて、だからそこが初解禁になってしまうから、あの前もって載せますねってマネージャーさんが連絡してくださってて、でもまあそれはまだ言えなかったので言えなかったんですけど、昨日の朝ね放送があって、無事千穂ちゃんと私が放送してもらいました。でもまだそのなんだ、私たちの映像が流れるっていう確証もないかったので、どんな感じの言い方マネージャーさんがしてたのでのもあって皆さんには言えなかったんですけど、そう見た瞬間にツイートして、それはあのああいうエンタメコーナーって朝の時間と7時前とか、私が見たのは5時半過ぎとかなんだけど、あのだいたい2回流れるんですよ。だからあ2回目私のツイートに気づいて、意味に気づいて2回目もし流れたら見てくれる人がいたらいいなと思ってツイートしました。あ、1回だったんだ、そっかそっかそっか、じゃあただ単に私の見たい報告だったっていうことですね。なるほどね。そう、ちゃんと名前も出てたし、なんか初日は AKB48 と ST48 ですって言ってて、あ、やったーってなった。うん、見とったよ、ありがとうございます。うん、はあ、ご家族も見えた、あ、そう、家族も見てたみたい、よかった。うん、
雷がすごい。やっぱりそうなんだ。私は雷は苦手ですね。でも最近雷に遭遇してないかも。なんか運がいいことに一人暮らし始めて、大きい雷には遭遇してないかな。広島って雷ないのかな。山口にいる時は本当にもう家壊れるんじゃないかっていうぐらいガーみたいな感じのとかすごいあったけど、なんかでも実家では一人で寝てなかったから、全然お母さんと隣にいたからよかったんですけど、一人暮らしってなると誰もいないからどうするんだろう。そういう雷が来たら私やだな、どうするんだろう。うん、それで停電とかになったらもう多分私この世の終わりだと思う。きっと。小ジャムでみんな、そうだよね。でもそうなんだよね。でも小ルームは24時までしかできないから、終わった時のもう怖さ、もう誰にも助けが求めれないっていう。最近離れて暮らす妹が海に飼い寝てるのがくくります。嬉しい。なんか皆さんがコメントで教えてくださったんですけど、奈々さんの妹さんが私の話をちょっとしてくれてたって。ショールームで私、そう、自分も配信してたから見れてないからわかんないんだけど、何人かコメントくれてたから、なんか嘘じゃないんだろうな、嘘疑ってるわけじゃないけど、なんかそう、そうなんだなって。あ、STL の紙面って言ってた。エミリーのこと可愛いって言ってた。嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。中継見てて可愛い。犬みたいはね、よく言われます。嬉しい。 STU の足のユミンだって。これはじゃあ嬉しいな。本当さんはお会いしたこと、なんかソロ、ナナさんのソロコンに行った時に遠くから見たお会いしたっていう、一方的に遠くから見させてもらいました。ご家族さん、あのご家族さんだって見ました。はい。あんことそっくりだって奈々さん言ってたな。あんこちゃんね、本当に可愛いんです。本当に可愛い。ご挨拶はまだしてない。そうですね、ご挨拶はまだできてないので、またいつかご挨拶に行けたらいいですね。ご挨拶に、あんこさんってよく吠える？吠えないです、基本的に。吠えるときは、あ、でもちょっと人見知りなんだよな。だからなんかちょっとあんこに対してなんだろう、あんこーみたいな感じじゃない、初対面の人っていうか、なんか通りすがり、別に通りすがりの人にも吠えないな。なんて言ったらいいんだろう、あの配達の方はあんこの方が、あんこが好きな人がいて、その人には吠えないんだけど、なんか多分犬が苦手な人がいるんだろうね。2はちょっとこっちも敵対視っていうか、やっぱりワンちゃんって分かるのかな、自分のこと好きか嫌いかって。だから大体なんか可愛いねって言ってる人にはもうすぐお腹出してみたいな感じだけど、あとなんか車の中にいるときに、あー、だからドライブスルーとか言ったら吠えるかもしれない。車の中にいるときになんか人になんか言われたりしたらなるか、多分。
あんこちゃんは雷の時大丈夫なの？あんこも雷が嫌いなので、私がまだ実家にいる時とか、あとちっちゃい頃とかかな、腰が抜けてた、立てなくなっちゃってて腰が抜けてた。でも最初わかんなくって、あんこが立てなくなってて、なんかすごい変な感じになってて、めちゃくちゃ震えてるし、なんか私もなんかちっちゃい頃よく痙攣とかしてたみたいだから、なんかそういう感じなのかなって、すごい病気なのかなって心配してたけど、なんか雷で腰抜けちゃったみたいな感じだったみたいな、怖がりなので。あとうちのベッドが、あの下ちょっと隙間があるんだけど、こんぐらい、そこに入るのが好きで、怖い時はそこに挟まってる、いつも挟まってます、基本何かの下にいるの好きかな。あのご飯食べるテーブルの下とかにいつもいるかな。でも夏とかは廊下？廊下っていうか、なんだろうな、あれはなんて言うんだろう、縁側？縁側っていうのかな、縁側みたいな、廊下みたいな、縁側っていうかなんだろうに一人でよくいるかな。その辺でこうやって伸びてる、風が吹いてすごい涼しいし、そこ日も当たるし、あの時間によってはだから、すごいなんか多分お気に入りなんだと思う、あ、そう、床も冷たいのでそこ、最近よく夢をいっぱい見るんだけど、そのメールに書いた夢の他に、あとは、あ、ちょっとこれは調べれそう、なんかメールに書いた夢は自分でもなんて調べていいか分かんなくて、なんかあれだったんだけど、これは調べれそう、夢、あった、爪を切る夢、そう、爪を切る夢を見ました。爪を手入れする夢、安定している、爪を手入れする夢は日々の生活の安定を表しています。充実した日々を送れているのでしょう。爪を美しく磨くのは身内の幸運や何らかの事態の好転がある前兆です。だってへえ、爪が長く育って伸びるの帰り運の証だって、運勢が上昇する予兆です。爪を切る夢は不要なものを断ち切る暗示、自分の爪を切る夢は今まで背負っていた不要なものを断ち切ることができるという運気上昇のサインです。心機一転してスタートしている暗示です。それは過剰な自意識だったり、無駄なプライドの高さだったり、冬の関係や結婚には向かない恋人との別れだったりします。今はまだ断ち切ることは無理だと感じても、あなたの決心はいずれ固まり、それまでの執着がバクバクしくなる時が来てきます。へえ、いいことじゃん。でも私的に多分ね、昨日ずっとね、あ、そろそろ詰め切らないとなって思ってた方は、それ夢に出てきたんだとちょっと思ってる。あ、こっちにも、夢は占いで爪を切る夢は区切りや整理を意味していて、あなたの身の回りの人や
ものを整えたり、また整えなければならない状況になることを暗示しています。その爪を切るということは、今までのあなたの生活に深く関わっていた何かを整えたり、対人関係での縁を断ち切る何かが起こる可能性を暗示しています。なんかあれかな、ちょっと心当たりあるかも。昨日ぐらいから思ってるの。なんか、いやなんか確かにもう断ち切ったかな。まあこれはあくまで夢占いなんで、占いなんですけど、あれだ、やっぱりなんかもう変なコメントは気にしないっていうか、もうなんかそれを整理したかな自分の中で。なんか私がいくらこれが嫌ですとか、私はなんかみんながそうこう広めてるけどそうじゃないですよとか言っても、絶対あいつは絶対こうだとか言ってくる人いる。何の根拠で絶対とか言ってるのか全然わかんないけど、もうなんかそうだね、変なコメントも断捨離していこう。そう思った。なんか全然言葉が通じない人っているんだなって思った。それが私の大切にしてる人とかだったら、なんかいやそれは人としておかしいよって、それは人としてダメだからってちゃんと言うけど、別に私はその人よりも応援してくれるファンの人の方が100倍大切だし、なんかだからなんか気にせずに行こうっていうのはあれだけど、なんか気にしないっていうか、もう断捨離ですね。はい、そういう人普段どうやって生活してるんだろうっていつも思ってる。私も思って、でも私の仮説の1つはマジで日常生活でもそんな感じでな人、もう一つはネットだとめちゃくちゃ性格が変わる人。なんかこう日常のやっぱりストレスで、もう普段はめちゃくちゃ会社員で部長とか課長とかやってたりとか、もうあすいませんでしたみたいな感じの人だけど、もうそれがストレスすぎて、もう誰かにこのストレスをぶつけたいみたいな感じ。もう誰でもいい、それは誰でもいいしみたいなので、なんだろう、バーって悪口書いて、それがもうストレス発散みたいな感じ。あとはこうなんだろう、人見知りだったり、普段人には言えないけど、やっぱりネットだとなんか名前出さずに書けたりとか、あと対面して喋ることがないから、そこだと強気になれちゃったりとかする人とかあるのかな。思いますね。気にしないではなく、気にしていたい人を大切にか、そうですね、だからそういう人気にしないっていうより、そう私が気にしたい人を気にするようにしたいなって。なんかでも私はこれがめちゃくちゃ1年の中でめちゃくちゃ周期があるから、なんか今はそうなんか落ち着いたけど、またなんか多分すっごいもうそれやめてくださいみたいな感じに自分でもなるんだろうなと思って。やっぱり気になるのはどうしても気になっちゃうから、気にしないは私多分できない。そういうなんか間違ってる人をなんか気にしないはできないんだなと思って、自分の中で自分でもこうネガティブになっちゃったりとか、あとはそういうのがもうたまにたまってとかなのかな。それも含めて分かってるよ、ありがとう。本当にね、素敵な方はいっぱいいるから、なんかそういう人になんかもうユミリンが言わなくていいよっていうか、なんだろうな、
なんだろう、そういう人が不快に思わないようになったらいいなって思いました、ね、お互い嫌だもんね。なんか応援してくれてる人に悲しい気持ちになってほしくない。花壇大好きです。はい、花壇大好きです。本当にファンを大切にするってどういうことだと思いますか？なんか私これ聞かれた時にうまい返しができなかった。その聞かれたんだけど、私はその時に自分が笑顔でいることと裏切らないことと法を犯さないこと。じゃないって、なんか人それぞれ、まあそうだよね、人それぞれなんだけど、なんかファンを大切にするって、なんかこうファンの人のために自分の性格を変えるのは違うと思ってて、私は別にそれも全然なんだろうな、ファンの方の前ではこうしたいっていうのもそれもファンの人を大切にしてるの一つだと思う、私は。だけど、なんかやっぱり自分が楽しく笑顔でいるのがファンの人の応援に応えるっていうかことなのかなって思ってるな。善良なサイレントファンが山っぽい。そうだよね、いいことを言った今の人。本当にいい言葉ほどなんか届かなくていい言葉ほど届いちゃったりするんだよね。そういう言葉ってもういい言葉を全部書き消しちゃう、闇に包んじゃう、ブラックホールになっちゃうんだよね。なんか全然今コメント8000人見てるけど、多分一回もコメントしてない人とかいっぱいいると思う。一回もコメントしてないけど毎日見てる人とか、28日、毎日見てる人とかいっぱいいると思うし、メールも1日7つ送ってるけど、なんかメール返信してくれる人もたくさんいるけど、多分メールの返信してくれる人ってまあ何十人とかじゃないですか。でも多分私の予想的にその何百倍何千倍わかんないけど、なんか撮ってると思う、見てくれてると思うんだけど、まあだからそれもなんかコメントしてないから応援してないわけじゃなくて、それがその人の応援するスタイルなんだじゃん。だからコメントしてくれる人ももちろんありがたいし、コメントしないでいっぱい見てくれる人も、その人もファンだよね、大切な。はい、すごい今 iPad でコメント見てるからね、いっぱいコメントが見れる。しかもこれ縦で見てるから、これね横でちょっとよいしょ、これね横で見るよりね、よいしょ、違う、よいしょ、あ、なんかコメント、あ、横で見てもいっぱい見れる。なんかね、そう、そっちで見るよりねコメントがいっぱい表記できる。そう、なんか字はね、あー、まあでもちょっと大きいのかな。コメントしなくても分かるの。それはでもどう考えてるかはそりゃ言葉に出さないと分からない。私は分からないです。思ってることは言わないと何事も伝わらないです。
いいファンは何だと思う。あ、確かに逆にね、そのこっちがこういいアイドルになる、逆にいいファン、何なんだろうね、いいファン。ファンにされて嬉しいこととか教えてほしいな。なんだろうな。菅田将暉さんが困った時に支えてくれる人って言ってた。まあそうだね。実際そうだよね。距離感大事だよ。あ、それはでもちょっと大切かもしれない。こう、私も今毎日配信してて、きっと、お互いの距離感ちょっとよくわかんなくなってくる。要するになんか、すげえ近いに越したことはないけど、なんだろうな。近すぎてもダメなのかなって最近思いますね。心が広い人は確かに不安にさせないファン。それは大切かもしれない。ルールやモラルを守れる人。でもそうだね。確かに。それはなんか、ちょっと当たり前だと思ってる、私は。逆に。強要しない人。ああ、確かにね。何なんだろう。確かに困った時に助けてくれる人。ああ、福ちゃんが言ってた推しメン全肯定マンでいてっていうのが好き。まあそうだね、実際そうかもしれない。やっぱりこの世界、敵、私の敵になりたい人はいっぱいいるわけ。そうなった時に褒めてくれる人がいたら 嬉しい。何事も。それがやっぱりね、ファンの方だと嬉しいな。ああ、それで嫌なことはしない、人として。まあそれは人としてだね。あとは何だろうな、応援してるからこそっていうのがたまにあるんだけど、なんか、あ、やっぱり、なんだろうな、なんか例えばさ、愛してるからこそでさ、刺しちゃう人とかいるじゃん。なんか、あ、君を愛してるからこそこうするしかないんだみたいな感じで。よいしょよいしょ。そろそろ20%になっちゃった。ただいまです。動いた。どこまで話したかな。あ、いるねって言ってくれるから、あ、刺されたかと思った 愛してるからこそ刺されたかと思った。愛してるからこそね、刺さないようにしましょう。お互い応援してるからこそ。はい。そう、やっぱりそういうのは、でも、愛してるうちは分かんないんだよね。例えば？なんだろうな。ファンだから、応援してるから、で、をのけて考えてみたときに、それは果たして正解なのか。例えば、あ、めっちゃ極端な話、応援してるから内輪をめっちゃ上でやってる人とか、あまりいないけど、それは普通に応援してるからとかじゃなくて、なんだろう、
多分皆さんの中でも暗黙のルールっていうか、そんなダメっていうのは書いてはないけど、なんかこう応援してるからこそこの内輪を見てほしくって、つい上にやっちゃったみたいな。でもそしたらその人が前の方にいた後ろの人はその内輪でステージが見えないわけで、それはそう、でも愛してるから応援してるからやっちゃったんだじゃなくて、それはダメだよっていう、それはなんか今こう冷静に考えたら良くないよなってなるけど、なんかもうこの曲が聴きたかった、うわもうこの子がこのポジションでみたいなって、うわってなった時はこうってなるかな。そう、確かにね、早くライブがしたいですね。うんうん、あとはなんだろうな、愛してるから応援してるからこそたまにいる、私のファンの人は全然あんまりいない。私が多分いやそれは良くないよって多分言い返すから、あんまり握手会とかでなんかここがダメだからもっとこうしないよみたいなのを言う人は、うん、私はあなたのためファンだからこそ言ってるんだよって言う人、まあいいと思いますけど、そういう応援の仕方、何なんだろうね、果たしてそれが正解なのか。確かに、何だろう、例えばその子がなんか、何だろうな、めちゃくちゃもうすっぴんでも可愛いぐらいなのに、めちゃくちゃもう真っ赤なリップもうつけまみたいなのをしてて、でもファンの人はメールですっぴんを知ってるから、もう絶対こっちなんか可愛いのにって思って、多分それはでも言いたいじゃん、絶対こっちの方がファン増えるし、なんかそういう時ってどうしたらいいんだろうね、どうしたらいいんだろうね。でもそれはファン的にはやめてほしいっていうか、絶対そのメイクじゃない方がこの子は売れるってなんか思うじゃん。あ、自分の好みの時だけめっちゃ褒める、確かにそれいいかも。いやこの前のメールのすっぴん本当に可愛かったよみたいな、いつもこうやってなんか可愛くお化粧してるけどなんかやっぱりこうやってメールで見るすっぴんって本当にいいよねって、いつかねツイッターとかでも見れたらもう本当に嬉しいしねってまた写真待ってるよみたいな感じで言ったらいいのかな。確かにな、そういう伝え方か、それは思ってても絶対言わない。でもなんかさ、そう思っててなんだろうね、どっちもどっちの意見も分かるっていうか、どっちも間違いじゃないんだよね正確には。だってそれでその子がめちゃくちゃもうメイクも似合ってないって、人気もそこまで例えばそのせいでいなかったとしたら、なんかね推しメンにはもっと上に行ってほしいから難しいよね。難しいよね、確かに。確かにな、とても言わないんだ。どうなんだろうね、難しいよね。なんかもうこっちとしてもなんか間違ったことをやってて、いつの間にかファンの人がすごく言ってるってなるのもすごく悲しいし、難しいな、難しいね。難しいね。あ、この正方向性じゃないと思っても変に指摘して傷つけたくない。そうだね、
上に行けない原因はその子が気づくしかない。なるほどね。あさっての全通配信実況楽しみにしてます。そう、私あさって全国ツアーの実況します。イエイ。大阪の全国ツアーです。はい、ぜひ一緒に見ましょう。8日、5月8日です。確かにスタッフから言われるのとファンから言われるのと違う。まあ確かにな、それは違うかもね。それは違うな、こっちとしても、何で配信ですか。あ、多分ショールームじゃないかな。ショールームで、みちょうちゃんどうやってたの。イヤホンつけながらやってたのかな。スタッフってアドバイスとかしてくれ。あ、してくれますよ。それは例えばメイクのことだったら、メイクさんとかが例えばちょっとこれ合ってないんじゃないって言ってくれるし、ダンスだったらダンスの先生がちょっとこれはもっと練習しないとなって言ってくれるし、そうだね、 DMM 会員じゃないと楽しめないやつか。そうかもしれない。 DMM に入ってる方がとても楽しめる企画になってます。あ、チャンナイヤホンして実況してたな。そっか、ありがとう。そうします。じゃあ男女読もうかな。13位、ふんにゃんいくらにゃんこさん、ありがとうございます。かまさまにだ。12位、エリアルマルさん、ありがとうございます。11位、ひっとみさん、ありがとうございます。10位、ヤグベコさん、ありがとうございます。9位、なおさん、ありがとうございます。8位、はるみんさん、滝の横神吉、ありがとうございます。7位、よいでます、元気さん、女神、今日も配信ありがとう、笑顔に入れされてます、ありがとうございます。6位、石秀由美子大好きさん、最近してないビで対戦できない、ピエン。お、じゃあ今日ね、ベッド3つになったからもうめちゃくちゃ楽しくてめちゃくちゃやってます。当たりましょう、ありがとうございます。5位、アルトさん、ありがとうございます。4位、スランプくんさん、明日から仕事配信見てエネルギーチャージ完了、明日から仕事ってこと、頑張ってください。3位、片源カラさん、ずっと味方です、応援してます、ありがとうございます。2位、マキマキさん、ありがとうございます。1位が竹助さん、本日みーちゃんとゆみりんレンちゃん対戦ラッキーでした。すごい。ってことは私もちょっと違ったらみーちゃんと対戦できたってことか。そっかそっか、今日の配信ありがとう、ありがとうございます。こちらこそ見てくださって1万1040人の方ありがとうございました。はい、この後七並べします。あ、宝箱指輪明日まで頑張っちゃおう。今からはじゃあ七並べしよっかな。なんか12時前に終わるようになって、あのボーナスタイムに七並べやる機会が増えたので、なんかすごい嬉しい。カードがどんどん育成してく、嬉しいです。私それ終わったらじゃあゆっくりワンピース読もうかな。それでは最後まで配信見てくださってありがとうございました。明日も一日頑張りゆみりん。それではおやすみなさーい、おやすみなさーい。